まずは青コーナー中野拓夢選手の入場です。幻となった赤いベルトの王者と白いベルトの王者の約束、今ここでシンデレラトーナメントの1回戦の舞台で実現しようとしています。花道に姿を現したコズミックエンジェルス中野拓夢、3.26 両国大会では秋末であのカイルと対戦、そこで喉に大きなダメージを負いました。その翌日 3.27 両国では上谷さえの白いベルトに挑戦し敗れる。このトーナメントシンデレラトーナメントで一度奈落の底に落とされた中野拓夢が這い上がろうとしています。追い詰められた時の中野拓夢は強い。